ガンバ大阪は31日、大阪、吹田市の本拠地パナソニックスタジアム吹田で記者会見を開き、選手らへの指導の適正範囲を超えた不適切な言動により、ユース監督退任となった森下西氏、50、の問題について説明した、和田正弘取締役強化アカデミー担当、58、は、クラブとして、指導の適正範囲を超えた不適切な言動を認定している。指導上、必要な範囲を超えているので、その意味では、パワーハラスメントに該当する、と説明した。クラブとしては森下氏が、21年のユース監督就任後から複数の選手やスタッフに対し、厳しい言動があったという認識を示した。暴力行為はなかったという、松並正信アカデミーダイレクター、48、は、森下氏が、威圧的な叱責、を繰り返す、侮辱的な発言があったということで、我々としては適正な範囲を超えた指導があったと認めている、と説明した。問題の発覚は2月末、一部の選手から、指導の適正範囲を超えた不適切な言動が見受けられる、とクラブに情報提供があり、調査を開始。同時に同監督を自宅待機にし、J リーグにも報告していた。その後、森下監督、選手やスタッフから聞き取り調査を行い、顧問弁護士と調査結果に基づき協議。3月24日に事実関係が認められ、同監督も事実と認めたことで、クラブとの話し合いで退任が決まった。クラブ側はこの日の会見で、2年間以上にわたる森下氏の過度な指導について、今回の聞き取り調査で初めて認識したことを何度も強調した。松並氏は、私もピッチに立つことはあるが、常に出ているだけではない。そういった時に、そういう言動は認識していない、と、重ねて初耳だと説明した。森下氏は30日付でユース監督職を解任されたが、契約は解除せず、クラブには在籍したままという、和歌山県生まれの森下監督は現役時代、万能型の MF で帝京高、順大を経て、95年に G 大阪入団。札幌や磐田にも在籍。J1 通算202試合9得点の結果を残した、指導者としても磐田や京都などの監督も務め、J1 通算23勝23分け32敗の指揮実績がある。15年に指揮した鳥栖では、後に日本代表になった東山卒の新人 MF 蒲田大地、E フランクフルトを育成した、古巣 G 大阪には19年に復帰し、J3 に参戦した U23 チームの監督を2年間率い、FW 飯野良太郎、24、や FW 中村圭と、22イコールラスク、FW 川崎周平、21イコール神戸、若手の鍛え上げ、21年からユース監督に就任していた。